今日はイエス・キリストが天に昇った場面を共に見ていきましょうスクリーンこちらの絵画はマンテーニアのキリストの昇天という作品ですオリーブ山で人々に見送られてイエス・キリストが天に昇りました雲の方にイエスが挙げられていく描写が書かれています 先ほど礼拝の中で「使徒信条信仰告白」を共に読みました。主イエス・キリストが「十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に上り全能の父なる神の右に座し賜り」今日はイエス・キリストが天に上り今も私たちのために取りなしをしてくれていること。 そして私たちに聖霊が望まれるということを共に見てまいりましょう。祈ります。父なる神様、イエスが天に上り、父なる神の右に座り、聖霊を送ってくださいました。そして、かしこよりイエス様が再び来ることを待つ中に私たちはおります。私たちのうちに、 聖聖霊霊ががが注れ内なるる働いいててくださっていることを感謝しますたとえ祈れない時もイエス様が私たちのために祈り聖霊が取りなして祈ってくれていることをありがとうございます私たちの内におられる聖霊を通して神の栄光がますます現れ出ていくことができますように聖霊を来てくださいこの祈りを 私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたしますアーメンこの前の木曜日5月9日は昇天日でしたイースターから40日目イエス・キリストが天に上げられた日ですスクリーンの3節イエスは苦難を受けた後ご自分が生きていることを 数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。この図をご覧ください。旧約聖書レビキの規定にある杉越の祭りの金曜日にイエス・キリストは十字架で死なれました。それから3日目の初穂の日に主イエスはよみがえられました。その復活のお祝いが、 一番左側イーースターです40日の間イエスは弟子たちの間に現れ「神の国」について話されます「ガリラヤの湖畔で弟子たちと共に魚を食べた」「あるいは疑い深い弟子トマスにご自分の手の釘の傷跡を見せられた」そのようにして40日を過ごされたイエス様。 でそのイースターから四十日後にイエスキリストは天に昇ります。天に昇られてから十日後、すなわちイースターから計算すると四十プラス十で五十日後にペンテコステと呼ばれる日になります。四節五節をお読みします。そして彼らと食事をともにしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず 前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからであると。ここで言うヨハネっていうのはバプテスマのヨハネっていうイエス・キリストにバプテスマを授けたからです。4節の私から聞いた父の約束されたもの それは、聖霊が与えられるという約束です。首都原稿録の二章には、ペンテコステの日に聖霊が人々に下る描写があります。五巡節の日が来て、あつまりペンテコステの日が来て、一堂が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、 彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに、他の国々の言葉で話し出した。この霊という言葉はギリシャ語でプネウマ。風とか息、息吹と訳される言葉です。 神の霊が私たちに下り教会に新しい命の息を吹き入れてくださることですこの出来事をペンテコステの日に私たちはお祝いいたしますこちらの絵画はエルグレコの聖霊降臨という作品ですこの人々の上に下ベロのような炎が描かれておりますで上の光っている部分これは鳩ですが しばしばハトっていうのは精霊の象徴として西洋絵画では描かれますクリスマスの時でしょうかねエル・グレコの「受胎告知」をご紹介しましたがこのクリスマスの受胎告知あるいはイースターの復活と合わせてこのペンテコステの精霊が下るシーンというのもいろんな画家によって描かれているシーンだったりしますこの物音に「 大勢の人が集ままってきました。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてあっけに取られたと、使徒原稿録の2章ではありますで。周りの人は驚いて怪しいんで「あの人たちは新しいワインを飲んでお酒に酔っ払ってるのではないか」周りの人が言うそれに対してペトロはいやいや、えー、彼らはお酒に酔っているのではありません精霊が下ったのですと言って 旧約聖書のヨエル書を引用します。お聞きください。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。主の名を呼び求める者は皆救われる。今聞いていただいた 旧約聖書のヨエルの預言の特徴は神の御霊すなわち聖霊がすべての人に注がれるという約束ですこのようにイエスが天に昇る前に聖霊が注がれる約束をイエス様はして天に昇っていかれます六節から八節を見てまいります六節さて人たちは集まって 主よイスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかこのように弟子たちはトンチンカンな質問をします。弟子たちはイエスが復活とこの後の精霊降臨で神の国が直ちに完成すると思っていました。自分たちがイスラエルの十二部族の支配者となる約束が実現すると思っていたんです。それに対して7節でイエスは言われました。 父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないと言いますあなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けるそしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるとここで力を受けるって力っていうのはギリシャ語でデュナミス これは英語のダイナマイトの語源になったギリシャ語です。なのでもうダイナマイト的な爆発的な力を受けるってことです。そしてその最後の承認となるっていう承認という言葉ですが、ギリシャ語ではマルティス。この英語の殉教者っていうマートダムっていう単語がある。まあ、その英語のマートダム、殉教者の元の単語になっているのがこの承認というギリシャ語です。 で,ですのでここのテキストのコンテキストでいうと精霊のこのダイナマイト的な力を受けると自分の命をとしてまで殉教するまで承認となる力が与えられるっていうことです。私は昔からこの「殉教」という言葉が非常に心に何か引っかかるものがあります。 まあ、例えば遠藤周作の小説「沈黙」も「殉、えー、教」と「帰教」がテーマです。あるいは16世紀に、えー、26聖人っていう日本26世人の殉教という事件がありました。まあ、慶長元年豊臣秀吉の命令によって京都に捕獲されてその人たちが長崎まで歩いていってそこで、えー、殺されるっていう 処刑にされるっていう事件です。子供も含めて26人が命を失います。私はこの何百年前もの26人、子供もいたっていうその26人がどのような思いで亡くなっていったのかっていうのに非常に内面に興味がございまして、それでこの巡教のスタート地点京都、そして彼らが歩いて行って、えー、殺されたゴールの地点長崎。 どちらもそのあと史跡を見に行ったりしましたあるいは、えー、伊藤潤という小説家の方がいて、えー、去年「デウスの城」という小説を出しましたいわゆる天草の乱を舞台にした小説ですで私もご縁あって伊藤潤先生からお声がけ頂い,いてその小説の最後に、えー、対談をさせていただきましたその時の時対談もやっぱり イエス・キリストを信じることで自ら命を落とすっていうのはどういうことかっていう話題が出たりしました。まあ、それぐらいこの殉教っていうのは私にとってこう不思議な何か惹かれるものもありつつ何か自分が理解できないものだったんですね。まあその殉教っていうのはもはるか昔の出来事だけではなくてもうわずか80年前にもあ,ありました。 第二次東条秀樹内閣の時いわゆる治安維持法によって特別高等警察が教会の牧師を迫害したということがありました当時ホーリネスという群れの牧師たちは特別高等警察そして検察によって激しい拷問が害それで刑務所の中で命を失った牧師さんたちもおりましたまあそれもある意味殉教だったわけで まあこのように教いいうのは私がまあ生涯付き合っていくテーマですでここでは精霊の力を受けたときに自分の命をとすまでの承認となるという言葉が書かれておりました一方でこの精霊というのは何でしょうか、まあ、先ほど精霊とは風という意味であり息息吹であるという意味だと申し上げましたが この精霊というのももかかみどころのののないいです精霊っていうのは私たちに命を吹き込む存在とありますこのお手元の修法の表紙にですね今年の標語っていうのを書いてまして「エゼキエール書37章」っていうのを印刷されています「見よ私たちはお前の中にお前たちの中に霊を吹き込む」するとお前たちは生き返る。 このように霊聖霊というのは私たちに生きる力命を吹き込む存在ですまた聖霊は私たちのために取りなし私たちを癒し私たちを助けてくださる方です1年半ほど前にエリザベス女王のお葬式がございましたその時にカンタベリー大主教が祈りの最初に「聖霊を来てくださいあなたの 癒しの油で私たちを満たしてください。アーメンと祈りました。このように聖霊は私たちを癒し。励ます存在でもあります。え続きまして、九節から十一節を見てまいりましょう。九節出てます。はい。えこう話し終わると。イエスは彼らが見ているうちに天を上げられたが。雲に覆われて。 彼らの目から見えなくなった。雲に覆われて。この雲っていうのも聖書のキーワードです。例えば、モーセがシナイザ山で実会を授かった時、雲というキーワードが出てきます。あるいは、ソロモン、ソロモンの神殿が完成した時も、雲というキーワードが出てきます。ダニエル書で人の子が天から来る時も、雲に乗ってこられる。 雲っていうキーワードがあったりするんで雲っていうのは神の臨在と密接に関係しているものですで先ほど申し上げましたようにイエス・キリストは今天に上り神の右に座っておられますそこで何をしているでしょうか私たちのために鳥なしをしてくれていますでローマ書によれば 誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、な、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが、神の右に座って私たちのために取りなしてくださるのです。パウロも書かれている通りです。取りなしというのは他の人のために祈ることです。私たちの必要のために父なる神にイエス・キリストがお願いしてくださるのが、イエス・キリストの取りなしです。 まあそのイエス・キリストの「鳥なしの祈り」の最たるものが十字架の上での祈りです。父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないのです。自分を裏切った人自分を捨てた人自分を殺そうとした人にすらイエス・キリストは彼らをお許しくださいと父なる神に鳥なしの祈りをしていたわけです。 その取りなしの祈りっていうのは今イエス・キリストが天に昇られたこの瞬間も私たちのためにイエス・キリストは取りなしをしてくれています私たちが何かミスをした時に、えー、恋あるいは自分の気づかないところで誰かを傷つけてしまった時も私たちのためにイエス・キリストが取りなしてくださっております十節をお読みしますイエスが離れ去っていかれる時彼らは天を見つめていた すると白い服を着た二人の人、これは天使でしょうかね。白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのはあなた方が見たのと同じありで、またおいでになる。先ほど読んだ信仰告白では、かしこより来たりて、 賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわんと共に読みましたがイエス・キリストが再び来るのを今待っているのが私たちの教会ですこの地上での生活は誰もが思うようにいかないことがありますうまくいかないことがあります試練があります困難もありますしかし神様は最後に「御子キリスト」を「 再びこの地上に送ってくださいますその時に聖書によれば最後の審判があり新しい天新しい地が完成して神の国が完成週末が完成するとありますこのように今日の聖書箇所っていうのはイエス様が天に昇られてでこの世の終わりの到来でまたイエス様が再び来るという教会の期間を一望のうちに収めております 以上イエス様が天で私たちのためにも取りなしてくれていることそしてペンテコステの日に聖霊が与えられることを今日は見てきました来週5月19日はペンテコステ礼拝です来週のペンテコステでは青山学院大学の塩谷直哉先生が説教と聖餐式のために来てくださいます 最後にその「聖産式」と「聖霊」に関する聖書の言葉を読んで今日の説教とさせていただきます。コリントの「神への手紙1」12章13節つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと皆一つの体となるためにバプテスマを受け皆な 一つののを飲ませてもらったのです来週の礼拝、生産式でキリストの体とキリストの血、パンとブドウ酒をいただくときに教会が一つの礼である精霊に満たされますようにお祈りいたします。祈りを捧げます。主よ 小三霊の三味一体の神様を賛美いたします。また天に昇られ、今も神の右の座に座っておられるイエス様が私たちのことを取りなして祈ってくれていることも感謝いたします。聖霊を来てください。癒してください。聖霊を教会にお迎えします。聖霊によって新しい命を日々、 私たちのちに吹き込んでください。ここにおられるお一人お一人に精霊の親しい交わりがありますように。春の風が気持ちいい季節です。今週一週間、私たちが神様の息にいぶかれ、喜びと感謝に満たされた歩みを続けることができますように。精霊の宮である私たちの体の健康、安全をあなたがお守りください。 病の中、怪我の中におられる方の上に、あなたの癒しと慰めがありますように。私たちの救い主、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン